ハロー、アサギーニョです。暗ない、新しい新居、夜に動画撮ったら真っ暗問題、ポツン。ハロー、アサギーニョです。今日はメイクやります。今日のメイクは、最近うちがやってるオレンジメイクをやっていきたいと思います。オレンジって言ったらさ、ちょっと夏って感じせえへん、ジューシーみたいな、サマーって感じのイメージがあると思うんやけど、普段うちがやっと夜冬でもできるオレンジメイクを紹介していこうと思う。この前なインスタでな、うちな投稿でさ、みんなにシェアしたらさ、思いのほかすごい好評でさ、わっ、これはなんだか需要ありかもと思って、ちょっと最近のオレンジメイクをみんなに見てもらおうと思う。でな、今からな、うち実は和田さんとな、これ食べに行きます。今回のゴールは和田さんにメイクを褒めてもらうっていうところ、それをゴールとして今日はメイクしていきたいと思います。ではやっていきましょう。パキュン。さあ、あの手箱開けました。それではファンデーションが終わったところでニキビを見つめていこう。ねえ、ニキビできてん、最悪。これはでも寝不足やからやねんな。自分が悪い。まずオレンジメイクをやるときにいつも悩むのが、このエチュードハウス、エチュハと、こっちのクリオの最近買ったやつ、韓国で。これどっちか迷うんやけど、今日はこのちょっと色のトーン的にもこっちのエチュハのオレンジメイクにしていきます。エチュハって呼んでる人うち以外にもおる？この新居、みんな新居って気づいてる？正味前と変わらんすぎてさ、気づいてない人もおると思うんやけど、これ新居やねんな。こっちほら何もないやろ。テーブルがないからね、このソファーの足置くやつに置いてるんだけど、ちょっと使いづらいな。じゃあまずアイシャドウからいつも塗っていきます。ちょっとごめんなさい、やっぱり目障りなので。嫌なことからは目をそらそう、現実逃避タイム。寝不足、おつおつおつ。なんかさ、夜ってさ、なんか寝られへんねんな、ワクワクしちゃうわ、あの夜って。あかんよな。消えました、ありがとうございました。ほんだらまず、うおーこういう感じで立った。うおー、アイシャドウはこれで、このエチュハのこの左のこの色がな、最高。手でいっちゃいます、今日は特別に。特別。それでは入れます。こんな風にこの目のへこみのところをこう触るようにして塗ります。この目のこの骨のとこ、ここまでシャドウを塗ります。こういう感じ、綺麗よね、この色。なんかブラウンともオレンジでもないこの色、うち気に入ってる、結構。で、こっちね、ここの骨の部分を触りながら塗ります。ほら、次は私的にはこの茶色、この茶色を、ちょっと筆忘れてきた。あれ忘れてない、みんな。あ、ここにあるじゃん。次はこの筆、大きめの筆でこの茶色を取ります。まあ別に茶色やったら何でもいいと思う、うちこれ取るけど。ほいで、ここにね、さっきのこの目のこのくぼみあるじゃん、ここにこうやってグッと当てて、グッと。そしたらね、すごくね、骨格出てくる。こんにちは、いらっしゃいませ骨格さん。ほら、骨格出てくるやろ。この辺はうち塗らんわけよ、ここまで。で、次また同じようにこれ茶色ちょんちょん取って、グッとここね。ほんでこうぼかす。あ、いらっしゃいませ、ご予約の骨格さんです。ほら、こんなうちみたいなのっぺり顔でもここにこうやって乗せたら骨格さんいらっしゃいますよね。な、これすごくおすすめ。こう割とさ、海外のさ、あの外国の方とかこういうメイクよくしはるんよな。でも結構濃いからね、うちみたいにのっぺりの顔の人にはなんかまだ合うんやけど、もともと顔濃い人からしたらちょっと化粧濃ってなる可能性あるから、人によるんやけど、こうしてるうちは。バキュン。で、骨格さんを招き入れたら、次はまだオレンジを使うんやけど、このね、オレンジめっちゃね、あの綺麗な色ばっかりなんやけど、このね、3番目のオレンジ、この3番目のオレンジ取ります。ほんでここら辺にのせるよ、大幅の真ん中よりちょっと端っこ。すごく綺麗、見て綺麗。なんかね、ピンクっぽいオレンジ。うちこういう明るい色絶対に合わんって思ってたけど、これブラウンと混ぜたらいけるんよな。腫れぼったく見えにくい。ほら、綺麗なあのオレンジ色が入りました。こういう感じで入りましたね。そしたら次は、ここのハイライト。白いこのハイライト。このエチュハのな、このピーチファーム。これ、桃の牧場ってことかな。桃の牧場パレット、これいいのが、このハイライトがうち一番気に入ってんねんな。このな、白いこの色、この色めっちゃ
こういう感じで、あ、手で塗っちゃった。すごく細かなシルクのような感じ。ここもね、こうやってね、ツヤーン、パキュン。そしたらもうさっきの色を目の下にもつけていくって感じで。なんでな、うち今日な、和田さんとな、ご飯行こうと思ったかっていうとな、今日一日な、全然元気出えへんくってな。なんか、本当は撮影しようとか思ってたんやけど、やりたいネタもなんか思い浮かばんなーみたいな感じやって。だから、なんかそういう日はやっぱ久々に友達に会うっていうのやろうと思って、和田さんに突如電話して、メールしたらいいって。いらっしゃいませー。そういう元気が出えへんかったりとかな、した日はほんまに早く対処を考える、何をするかも考える、早く戻したいと思って。ほんで今日は和田さんを誘った。久々に会うのよ。昨日も今日もセブンイレブンの冷凍のご飯を食べたわけ。でもめっちゃ美味しいんやけどな。正味五目焼きそばとお好み焼きと、でその前は汁なし担々麺とか。ほんまに美味しいんやけど、セブンイレブンの冷凍。でもまあ、まあ冷凍ですからね。だから美味しいもん食べに行こうって言ってくれて、もう超嬉しかった。あ、さっきのオレンジを目の下にも入れます。バキュン。ほんで白いハイライトも目のここの3分の1、初めの3分の1入れます。メイクするときさ、必ず服先選んだ方がいいと思う。メイクの色と服が、まあ、余っちゃったらどんだけ綺麗なメイクでも台無しやから。あ、眉毛描いてます。でさ、最近やるねんけどさ、うちさ眉毛あるやん、みんなあると思うけど、眉毛にオレンジ入れんねん。これ最近な、メイクさんがこのまあオレンジ、これでもいいけど、まあどれでもいいや、これでもいいけど、まあ、とりあえずこのオレンジあるやん、それ眉毛に入れんねん。ちょっと見て、不思議な、不思議でしょ。ちょっとこういうふわふわふわってね、眉毛の毛をなぞるみたいな感じで描くってよりかは眉毛ふわふわする感じ。眉毛ふわふわふわ、そしたらなんかすごい軽やかな眉毛になる。軽やか、まあ気持ちやけどな、こんなちょっとだけ、ほんまちょっとだけ眉毛軽やかになる気がすんねんな。おすすめ。ほいでアイライン。なんか最近な、つくづく思うねんけど、やっぱな、ハッピーは自分で作り出さないとあかんなって思うわ。うち思うねん、動画のネタがななくなった時、それはハッピーを生み出せてないってことやと思ってな。だからうち今日和田さんにな、今日ご飯行けるって友達の和田さんに言ったら、なんかすごいワクワク出てきて、こうやって眉毛取ろうとか思って来たりするからさ、みんなも元気ない時は何か楽しいこと考えてみては。何もせえへんかったらまた同じ日が来るんやもんな。ハローブランニューワーディオレイで果てしない。バキュン。アイライナー引けました。それで下まつげも塗ってく。まあ、みんな見てて見てて、ショータイム。今下まつげないやん。下まつげの大事さを今からご覧に入れます。3、2、1、ドン。目大きくなった？いてててて。ほんで次、チーク。チークもこれまた2種類でいつも迷うねんけど、見てくれる？まず1点目にこちらでございます。トゥークールフォースクールですね。こちら見覚えあるんじゃないでしょうか。このあのシェーディングとかが有名なこのトゥークールフォースクールのチーク、これすごくオレンジ、これちょっとすごい鮮やかなオレンジ。そしてマックのこのオレンジ、これもツヤめいていて、でもさっきのよりはまだちょっと肌なじみの良さそうな、こう肌に近いオレンジが2種類。迷うんですよ、これが。で、うちも今も迷ってるけど、正味、今日はちょっと分かりやすく。悩むな。まあ、新しいこれをちょっとみんなに見てもらおうと思うわ。ご覧あれ。こんな感じで。ちっちゃくて可愛いよな。韓国で買った。入れる位置は、だいたい。オレンジメイクの時は結構うち海外の外国の子供風にやりたいから、ちょっと上目にしてる。この辺からこういう風にしてるかも。よくない？よくない？結構どう？よくない？なんかみかんって感じでいい感じ。最近さ、こういう色の入ったシャドウとかそういうの絶対やらへんタイプやってん、うち。だけど YouTube やっててよかったなって思うんが、こうやってさ挑戦することでうちめっちゃ成長したなって思う。なんか今まではもう茶色みたいな、ブラウンしか考えられません、他の色は腫れぼったくなりますから、シャットアウト、ゲーゲーガラガラ感じやってんけど、なんか最近はなんか、あ、楽しいと思って、あ、これも似合うかもか思って、挑戦することってマジで大事やなって思った。バキュン。で次はリップでございます。リップリップはこちらです。このリップはめちゃくちゃうちの中でおすすめのリップ。これな、ちょっと待って、やっぱこのオレンジ結構鮮やかやからさ、ちょっと春っぽさ出るやん。そんな中でリップも鮮やかなオレンジにしちゃうと結構冬らしくないなってうちは思うから、このオレンジリップ使ってる。お名前はナーズ
さんです。ナーズ、ナーズの1003番っていうリップやねんけど、見て、よくない？これ結構くすんでる、あの落ち着いたブラウン寄りのオレンジやねんな。だからめっちゃ冬にいい感じ、大人っぽいオレンジができる。いくよ。では塗ります。張り切ってどうぞ。アサギーニョで冬のオレンジ。冬のオレンジじゃーん。どうですか？こっちも、あれ？はみ出したかな？じゃーん。よかろうもん。いいよね。正味、オレンジメイクで、やっぱ、このリップが一番気に入ってるかも。ちな、この、マックの方もめっちゃいいんやけど、マックのミネラライズブラッシュの、Like Me, Love Me っていう、このオレンジも超いい色。ほら。キュン。仕上げに前髪を整えて。すごい。なんだか、宇宙人みたい。あ、この前髪のこの、まっすぐな感じ。これが大事ですから。ピン。よし、じゃあ、もうちょっとおめかしして、和田さんに褒めてもらえるのかどうか、いきたいと思います。バキュン。いいね。いらっしゃいませー。かもヘルシーだな。すごい綺麗な画質。もう最高です本当に。ねえねえ和田さん、今日の私のメイクどう？なんかでもすっごい可愛いと思った。本当？本当に思ったの。本当？しかもなんかすごい痩せたしすごい可愛いと思ってる。本当？なにどうしたの？オレンジのメイクをやってみた。そうだよね、上下ね。めっちゃ可愛い。ありがとう。突っ込みメイクでしょ。そうだよ。だってさ、皆さん聞いて。トップスもさ、いやすごい近いよ。トップス見せて。トップスがこれオレンジだからさ、オレンジメイク。そう、韓国に合わせて。めっちゃ可愛い。これを言ってもらうために私はメイクしましたよ。めっちゃ可愛い。ありがとう。嬉しい。これ食べてきました。あ、フグね。何やのかと思ったもん。フグちゃんね。美味しかった、すごい美味しかったね。うん、何？何？カッてなっちゃった。美味しかったね。うん、メイクも褒めてくれました。すごい可愛かったよ。似合いです。ありがとうございます。可愛い子ちゃん。じゃあ次の動画も見てね、はい。見てくださいませ。バキューン。バキューン。夢のような世界へ僕を離さない。